いやー、当たってる ?5 月4日音がない5月4日当たってるかな。はい、ありがとう。え、静かくない？お願いします。あ、来た、中端のピープー。お、あれ、どこ見てる？こっちどこ見てる？あっちじゃない。こっち死に心配そうに見てるな。違う、こっちです。あ、こっちかも。100番はここですよ。死に見てるんですよ。腕組んでから毎回大変だよ。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、今週も始まりましたヒップホップ55分間生放送でお付き合いください。はい、ゴールデンウィーク5月4日806回目の生放送ということですけれども、はい、どっか行きました？遊んだりしました？いやー、めちゃめちゃ生放送やってますからね。いやね、ゴールデンウィークというのに。変わらないんで普段と、ね、行かないんですよね。もうこの後別にどこも行かないんですか、カーコ？そうですね、予定はないですね。今つまらないよ。カーコはどっか行ってほしいけどな。おじさんたちはカーコは行ってほしいな。はい、那覇ハーリーもやってますんで ね、会場盛り上がってますかね。はい、さあ、まずはこちらのコーナー、沖縄爆笑伝説。はい、今週のお題は好きとなってますよ。さあ、来ました。ヒップネームトゥンさんいただきました。はい、ありがとうございます。初めて美容室に行ったドゥッシュは、女性に初めてシャンプーしてもらったらしく、あんなに丁寧に隅々まで優しく洗うってことは俺のこと好きかもしれんと言っていた。普通好きでもない人にかゆいとこ聞くか、聞くとときめいていた。聞くよ。うわ、業務上のやつ。どうや、仕事やんのや。デージやす。これキャバクラとか言ったらやばいっしょ。続きまして、ヒープネーム琉球の暴れメガネさんからいただきました。ありがとうございます。私が作るので一番好きなのって何ってトゥジが聞くから、麦茶かなって答えたら、なんか怒られました。ここだよな。もうよ、麦茶、水入れるだけで一番最悪なやつ。どうだ、最悪ですね。まだ卵焼きとかがまだマシ。一番最悪なやつ。どうや、やばいっす。誰が作っても同じのや。これいいな。はい、はい、続きまして、ヒープーネームゴリラに間違われた男さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小学生の時、バレンタインの日、机の中に体育館の前でもなく、体育館の横でもなく、体育館の裏でもなく、体育館の上に来てって手紙が入ってた。上に来て、うん、どんなって上がる。ハトアラに、ハト難しい。ハトヤに、ハトでも体育館に入ってハトヤに上に来てって開けるの。あれハトが読んでるんか。それとバレーボールは行ったかっていうの。ボスやサンドじゃないと困らない。上に来てってボスや脚立とか持ってこない。見てんの、マジで。好きっていうあのお題なんですけど、何かあります？好きのエピソード。好きね。好きなエピソードですか？はい、ありますよ。はい、はい、ありますけど、これ放送で言えないんですけど。いいか。今日このテーマもずっと考えてきたんだけど、私この中に好きな人がいるわけさ。なんでモーリーさん大好き。いやありがとうございます。彼女と同棲して1年が経ってプロポーズしようと考えていた。サプライズは相手が苦手だったので、どうやって伝えようかとずっと悩んでいた。ある日悩みすぎてしまって、自分の中で気持ちが盛り上がり、夜うとうとしている彼女を起こして、大好きです、結婚してくださいと伝えると、今じゃねえと怒られた。今じゃないよ。タイミングしてるのに。タイミング大事だよ。最悪。さっきの麦茶と同じぐらい最悪。同じ人じゃないですか。はい。
はい、番組内で紹介した過去の沖縄爆笑伝説はウェブサイトでもご覧いただけますよ。こちらの、はいはい、二次元コードからアクセスしてチェックしてみてください。いいですよ、はい、ということでお時間ですね、はい、チャンプ流芸能団の皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。メソリオ見てよ、みつこです。今の怖い。さあ、じゃあ続いてのコーナーは沖縄爆笑伝説パート2だ。今週のお題は好きとなっておりますよ。行きましょう。はい、では行きましょう。まずはヒープネーム顎の面積鬼さんいただきました。ありがとうございます。中学生の頃、休日に友人とレンタルビデオ店に行ったら、18禁のコーナーから理科の先生が出てきた。そこで一瞬僕たちと目が合った先生は携帯電話を取り出し、うん、あ、もしもし、あ、教頭ですか、例のコーナーにうちの生徒はいませんでしたと言いながら店を出て行った。僕らはその先生が好きになった。逆に何か潔いっていう、あーっていう、やっぱ恥ずかしいんだなって。絶対嘘、絶対嘘、絶対嘘、絶対電話して、あとで電話してもいいし、絶対電話して。教頭に頼まれたのか、なんで見てこい言われたの。どんな調査だったのかっていう。はい、次ましてヒープネーム玉ティロさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。現場でハンズフリーでラジオを聞いていたら、一休さんの曲が流れてきて、思わず好き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 愛してるって歌ったら、すぐ近くにいた現場のおじさんが変なしてた。若干頬をあからめてた気もする。なんでおじさん照れてるばや。歌って分かろうだ。いやじゃないよ。歌なんだよ。おじさん分かん、ラジオ聞いて分からんからね。急に言われて、急に愛してるって言うかや。だからよ。続きまして、はい、続きましてヒープーネーム漫画倉庫が大好き運転秋広さんからいただきました。ありがとうございます。運転秋広さん、ありがとうございます。あるお蕎麦屋さんが大好きで30年以上通い続けている、うん、3年ほど前からセルフレジになったので、うん、回転率も上がり、うん、より良くなったと思ったが、うん、実際はおじいおばあがセルフレジを使いこなせてなく余計に混雑している。あるな。これ台は取れねえとか言って、ね、また店員さん出てきて腕が止まって、うん、前の方が良かったなーっていう。分かる分かる。分かれと思ってやったやつ、うん、やセルフじゃないっていうのは。続きましてヒープーネームムムムさん、はい、ありがとうございます。中2の時好きな女子に告白、うん、好きのすって言った途端、あーストップ、これ以上言ったら殺されんぞって言われた。怖くない？こんな人好きになったんだ。もうこれ以上言ったら殺されんぞ。二文字のうち半分しか言えない。気も言えない。すで、すめすめしかもしれない。殺されんぞ。あ、見らんけど。かわいそうに。ストップ。はい、はい、いや、一旦コマーシャル。はぁ、好きも言えないか。よかった、ちょうどいいところで止める。好き以外の数もあるはずだから。怖すぎるよ。さあ、じゃあ続いてはこちらのコーナー、沖縄爆笑伝説パート3です。3だ、3まで来ました。はい、はい、今週のお題は好きとなっておりますよ。はい、ヒブネームベスマのヒジャヤさん、はい、はい、ありがとうございます、はい。大谷選手が大好きな孫ちゃんに、うん、ねえジージー、大谷選手の DH ってどういう意味なの？と質問されたおじいは少し考えて、デージなホームランバッターという意味なんだよと超適当に答えていた。方言読んだ、デージ。デージ当たってはいるよ。でもなんか当たってる、守備につかない、うん、ちょっと大きいデージのホームランバッター、ね、当たってはいる、ちょっと間違いないよ。スタートは続きましてヒープーネームフランダースの猫さん、はい、ありがとうございます。息子は鯉のぼりが好きすぎるあまり、うん、出かけると常に鯉のぼりがないか探している。見つけられなかった時は怒ります。どんな報告よ。なんでこんなもんじゃねえ。なんで全然ないやし。鯉のぼりよ、鯉のぼりあるところからあるかしや。6月とか一番切れてますよ。そうですよね、怖いのだ。続きましてヒープーネームタンタンのママさん、はい、ありがとうございます。沖縄が好きすぎて内地から沖縄関連のラジオや YouTube ばっかり見聞きしていたら、うん、仕事中の電話対応でお願いしましょうねと言ってしまった。映ってるな。お願いします
しましょうね、なんとかやりましょうねっつってね、しょうねいきましょうね、あの先なりましょうねがあんまり通じないみたいですね。なんか一緒にみたいな、そうそう、レンツトイレ行きましょうねとかもなんか一緒に行こうみたいな。私もですか。そうそうそう。誘われて面白い。ヒープネーム月赤のちゃん姉さん。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対誰にも言うなよ。ワインよ。減塩のポーク好きだばよ。あれによ。マウスかけてるばよ。ってどうでもいいことを言う還暦になる先輩が大好きです。意味なさよ。他にも言わへん、ひと手間ひと手間難儀してるやん。なんで減塩買ったばよ。別に聞きたくもないやん。かっこよくない。いいってならんばよ。通常でいいよ。マジってならんばよ。ラストラストラスト、はい。ヒープネーム、あと空飛ぶ光さん、はい、ありがとうございます。所属している草野球チームのスローガンは楽しんでプレーする、うん、大事だけど、チームメイトの T は毎回試合開始1時間前から球場に来て入念にアップしている、うん、だけどほとんど試合に出たことがない。そんな T が俺は好き。アップしてからアップの、なんでこいつ1時間前に来てるの。アップのプロ、アップのプロ、アップだけ、ちっちゃい遅れでもいいぐらいですよ。張り切ってるけどな、なんで出れるのか。草野球って遅刻しても出れますけどね。マジでそのまま1時間前に来て出さんだらよっぽどやばいよ。ですよ、ね、あるんですよ、ね、スニーカーで立ってるやついっぱいいるけどな。ユニフォーム全然汚れない人ですよね。はい、じゃあコマーシャルです。面白いよ。ベージかわいそう。ちょっと出してあげてよ、ね、そろそろ出してあげてください。誰、うん、でもいいから。はい、今週もたくさんのメール本当にどうもありがとうございました。新たな爆笑伝説の認定、今週はさあ誰でしょうか。私が作るので一番好きなの何って聞かれて、奥さんから聞かれて麦茶かなって言った、ヒープネーム琉球の暴れメガネさん、おめでとうございます。素晴らしい。これ料理じゃないですからね。タイヤティン作れる、一番ダメなやつですね、これね。水入れるだけ。じゃあ感想メールいきますか。はい、お願いします。はい、はい、ルパン返した藤子ちゃん、お今の母アリー会場に来ています。 おいちの2人を見ているけど最高です。この2人付き合っているんですか。映ってましたよね、確か。いや、ユニットコンビですよ。いいですね、仲良しですからね、はい。ヤギラブさん、はい、横浜生まれ横浜育ち横浜在住、うん、沖縄に見せられて早30年以上、うん、はい、沖縄好き好きと思っていたら、なんと主人が沖縄に単身赴任することになり、月1回以上沖縄に来ています。幸せ。沖縄のテレビも大好きで、ヒップホップを主人の家で見るのも楽しみの一つになりました。すごいね。沖縄の神様ありがとうということで、素敵。主人の家で見てるんだ。願いが伝わった感じ ね。もう一丁。沖縄の強しさん、はい、うん、おいちやっぱり好きやすさ。あのメンタル、人間で一番強い。怖いものなんてないんだろうな、羨ましいな。確かにメンタル強い。強いですね。面白いって言ってないですよ。メンタル褒めてるんですよね。メンタル褒めてるね。はい、はい、さあじゃあ来週のお題いきますか。はい、はい、わかりました。では違う、ま、来週のお題いきたいと思います。いっぱいあるったら来週のお題をカエルでお願いします。おかあ、いいですね。何がいいですね。ゲロゲロと思ったら何か。はい、来週のお題はおかーです、はい。はい、チャンプ流芸能団の皆さん、今日はありがとうございました。はい、皆さん、はい。